こんにちは。こんにちは。橋本圭一です。よろしくお願いします。窓越義明です。よろしくお願いします。このチャンネルは僕たち2人でいろいろな剣道の話をしていこうというチャンネルです。剣道の奥深さや文化性を正しく伝えていき、一緒に剣道感を高めていきたいと思います。はい、今日はゲストにお越しいただいております。はい、本日のゲスト、剣道日本の岡井博さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやありがとうございます。いやいや、とんでもない。お招きいただいてどうもありがとうございます。いつもお世話になってます。あ、こちらこそ。はい、お世話になってます。剣道日本の編集部で、はい、そうですね、全然表に出てこないですけどね。いつも、はい、そうですね、かたくなに。まあ珍しく今回はだから昔稽古のさ、はい、全国あっちこっちのさ、そうそう、はい、学校とか団体に稽古に行くみたいなさ、まあ、イラスト付きでは、はい、やったじゃない。やってました。あ、でもなんかこう知ってます、知ってます。素顔は出さないみたいな感じですけど。そうですね、ありがとうございます。ええー、とんでもない。大体試合のね、大会の、まあ、昼ぐらいに現れて、ね、そうですね、ブラッドね、はい、でブラッドで大道場をかっ歩してる愛さんをよく見かけますよ。そうですね、あのパンフレット片手にね、カメラマンの久保田さんと一緒に、一緒にね、あ、じゃあね、こうじゃねって言いながら、ね、で見てますね。はい、大会の取材なんかではそういう感じで、そうです ね、やってますね、はい、淡々と。はい、その編集部で、はいはい、例えば大会はこの人とか、インタビューはこの人とかっていうふうに分かれてるわけではないの？分かれてるわけじゃないですね。やっぱスケジュールもね、 ありますから、その時の、まあ、空いているじゃないですけど、担当できるような。あ、じゃあこう会議をして、はいはい、イベントがいくつかあって、はい、それを振り分けるみたいな感じ、そういう感じですね。あ、そうなんだ。ただやっぱり、まあ大きいイベント、うん、インターハイとか、はいはい、全国レベルのものになると割と、まあ、僕がやることがちょっと、まあ、多いかなと思いますね。その後のこうメインになるような、まあ、任せられることが多いかもしれないですね。エースっていうことでよろしいですかね。エースも割と長めにもう疲弊してきてますよ。私も編集部で一番若いの今。そうですね、まだ一番若いんだ。そうですよ、高齢化が進んでますね。進んでますから、御社も。そうですね、はい、まあ、フレッシュ感を出しつつ出てます。いや、出てない、出てないでしょ。いないですか、その下は。うん、まあ、ちょっと採用取ってないという状況で。何、こう入りたいっていうこととかはたまにあると。ああ、どうなんですかね。あんまり聞かないけど、でも、ま、前は電話をいただいたり、学生さんから、あ、そうなんですか、うん、募集してますかって、してませんかって、どこか、どっかの大学ので自分の立場が悪いからバカガチャって聞いたんですなかったことにしよう電話を切ったりそんなことはなくて。いや、でもね、ぜひ本当にそういう熱意がある人がいたらね、嬉しいですよね。なるほどね。少人数ですんで、うんうん、今は編集部は何人ですか。私含めてそうか4人になるんですかね。はい、うん、まあ、少ないながらで。誰と誰と誰ですか。月岡、はい、月岡さん、安藤さんと、私がいて、はい、あと中村という、あ、萩野さん、はい、ね、中村萩野さん、うん、の4名で、 あとはまあ外部のライターさんとかもお願いしつつ、うん、本を作ってる状況ですかね。うん、自分でこう記事書いたものはその記事を誰かにチェックされるってことはないの？あ、作業としてはですね、うん、やっぱり締め切り日、最後の日は、うん、その月の一冊分の原稿を出すわけですよ。はい、はい、で全員でチェックする。人のやつも全員でやるんですか。全員で、はい、あ、全員で全員分を互いにチェックしちゃうというか、はい、そうですね。やっぱ自分だとほら気づかない間違いがね、誤植だったりとか、うん、あとこれだと思い込んで書いてしまう記事もあるので、うん、これ違うよ、逆だよとか、例えば、ね、そうだからね、うん、締め切りの前だと飲み会絶対来ないですもんね。あ、来れないでしょ。絶対来ないですよ。つうかさ、呼んでも、編集の人ってなんであんな締め切りさ、徹夜とかでさ、うん、いつもやるの？ないの、こう徹夜しなくてパッて終わりましたみたいな。もうありますよ、あります。あるの？はい、割と、弊社も健全な企業ですんで、徹夜とかは、なんかよく聞くじゃん、そういう話を。なんか忙しくなるじゃないですか、その締め切りが近くなってきてね。うちで言えば、まあ、ギリギリのリミットと、うちで言えばというか、うん、作業上かな、ギリギリのリミットが印刷所さんに合わせたりするので、はいはいはい、向こうが、まあ、朝から働くとなると、
そこまで使ってギリギリという形はありますよね。朝逆にだから夜その夜の時間でチェックして朝原稿を送るっていう感じ。まあ言ったら自分たちのチェックもそうですけど、取材受けてくれた相手、まあ、はいはい、橋本君なんかもね、お願いしたりして、はいはいはい、何日までに見てくださいっていう、はい、そうね、やっぱりこう1日ぐらいはあげたいなとか、はい、時間、皆さん僕は結構早い方だと思うんですよね、あの返信が。それは技術作る方がうまいからって話になるんじゃないの？違うの？返信っすよ、だから、うん、自分がね、あの岡井さんがあの文字にしてくれて、うん、まあ、PDF で来るじゃないですか、はいはい、そしたらすぐチェックして、すぐ大丈夫です、本当に。そうそう、というのも含めて、うん、ね、あんまりこう 2,3 時間で見てくれても失礼な話なので、はい、うん、まあ翌日とか大体ありますよね、翌日とかこう撮ってっていうので、まあちょっと時間がかかったりしますよね。あ、うん、まあ、でも極力やっぱりそういう徹夜というのはね、あの、まあ、イメージはあるかもしれないですけど、うん、あんまないんですか？ない方が。あ、ないですか、うん、なんかね、イメージね、イメージね、なんか、うん、すげえ明け方までやってんのかな、うん、結構どこの出版社さんもなんか聞くと、もう会社は何時までとかちゃんと決まってるみたいです。あ、そうなんですか、うん、なんだ、なんだ、全然酒飲み来れるじゃないですか。今日はちょっと締め切りだからさみたいな。でも何があるかはまあ分からないんじゃない。まあそうですね、やっぱちょっとね、気は休まらないですよね、ダンスをやってる間中っていうのは。そうですか。25日に発売じゃないですか。そうですね、基本的に何日ぐらいに、うん、まあ、目安ですけど、はいはい、印刷にかけるんですか。大体1週間前ぐらいですかね、うん、締め切り。18とか19ぐらいが、そうですね、そこら辺を目指して、作業をしてという感じですかね、うん、なるほどな。で1年間でもう決まってることってあるじゃん、はい、例えば試合が、この試合はここにある、うん、審査はここにあるって決まってるものがあるでしょう、はいはい、それ以外に決まってないものももちろんあるじゃない、はい、この人にインタビューに行く、取材に行くっていうこともあるでしょう、そう、ね、うん、そうなるとこの号はやたら忙しいとか、はいはい、この号は比較的ちょっとまあ楽というか余裕があるとかっていうこともあるってこと、うん、そうですね、ただイベントっていうのは結構助けられて、ああそうか、したら現実ページが、ね、埋まるじゃないですけど、まあ、魅力があるものなんで埋まるというよりは、でも、はい、このネタがあるから助かるよねって思いますんで、じゃあやっぱ閑散期っていうか、その試合シーズンじゃない時の方がやっぱ、うん、考えないといけないですよね、だから、じゃあまさに今からですよね。そうですね、もうだから年末になるとね、もうイベントごとも少なくなってきますし、うん、年始も人んちの忘年会のことやってるんでね、しょうがないですもんね。そう、割と年始もね、あんまないでしょ。そうだよ ね, ねですよ ね, ね7段線ぐらいですだからね。あ、そうだ、あれは 2月2月2日なんで、そうですよね、うん、でもそれ言ったらさ、この前、はい、全日本選手権があって、はい、そうするとなんていうの、イメージ的には、はい、こうページ数もいっぱいあって、こう比較的なんていうの、もう決まってることでっていう感じがするけど、うん、そんなことないの、はい、例えばインターハイの方が楽だとか、夏の方が試合がいっぱいあるからこう楽だとか、あ、選手権の月っていうのはどうなのか、イメージ的にはなんか花形なような。そうですね、まあ、カラーページが一番多い、うん、っていう気がするけど、うん、号になるんですかね。まあそうですね、そうですよね、あの大きく取り上げますし当然、うんうん、なのでまあどうなんでしょうかね、イベントがたくさんあるとその分やっぱり移動もするわけで、そっかそっ か, そっか、逆にそっちは忙しいとか、あ、そっか、移動に時間取られちゃうから、うん、全日本選手権はね1日で終わりますし、はい、そう考えると大きくは取り扱うけど、まあ行ってそのまま書けるというか、あ、ね、ではありますよね。だから玉龍旗インターハイなんて連戦しちゃうと、本当に一緒に遠征してるもんだ。そうですね、だから、まあ、書く時間がないですね、あんまりないし、カメラマンもね撮って撮ってで移動で、僕も確認できないしという。あれ帰ってこないですか、玉龍旗って帰ってこないでインターハイ行っちゃうんですか。いや、もう最近は帰ってきてますよ、うん、まあ担当が別になる時もあるし、もちろんね、うん、でもそしたらいつ休んでんのって話になるんだよ。だって土曜日とか日曜日なんか、あ、イベント、ね、しょっちゅう多いです、どっかしらでやってるでしょ、全部土日が多いですもんね、でしょ、はい、休みは不定休なんですか、基本的に不定休です。そうですね、どうしても締め切りの後に1週間ぐらいパッと休む時もあるんですか。ああ、いや、まあでもすぐまた始まっちゃうんで、次は、まあ、割とだから本当に自分でタイミング見て、あの第9をとうとうと振り返り、そうですね、そういう感じじゃないですかね。会社としては土日休みになってるんですか。そうです、一応そうです、ね、で全部土日出勤になっちゃうから、どっかで第9取るとか、そういう感じですね。あ、うん、まあ、そうなっちゃうな、うん、なんかこう文字を書くことは、はいはい、そもそも好きだったってこと。ああ、僕ですか、うん、そうか、そんな質問されたの初めてだいつも人にインタビューしてるでしょ、あなたは。そうなんですよね、
そうですね、でその作家さんじゃないけど、はいはいはい、その物を書くのにもともと興味があってとか本が好きでとか、うん、そういうことがあったってこと。ああ、僕で言えば、うん、本は好きです、今も好きですし、うん、もう子供の頃はね運動なんか全然しないで本ばっか読んでました。へえ、文化系じゃん。そうなんですよ。へえ、そうそう、運動は苦手だと思ってました。あ、そう、はいはい、ずっと。でそれでその書くことっていうのは、はい、こう専門的に勉強したわけではない。ああ、全然全くしてないですね。本が好きなだけで、まあ、ただ当然作文とか、うん、国語の、ね、成績が良かったです。ああ、じゃあ得意というか、うんうん、そういうことか。そうですね、まあまあ感覚的にはやっぱり読んでね面白いのが分かれば書くこともできるじゃないという感じも。2人とも多分書けんじゃないですか。いや書けないよ、俺全然書けない。僕書くの好きっす。結構本当、はい、意外にね、あの面白くね伝えられる人っていうのはちゃんと書くの好きっす。俺ちょっと苦手だった。本当ですか。なんかでも書いた文章なんかチラッと見ても面白いです、ね、多分他の人に書いてもらったら。そうなんだ。それは分からなかった。そうか。それ自分で書いて、はい、例えば今でもその練習じゃないけどこういう言い回し方にした方がいいとか、なんていうの、うん、書く技術みたいなのを、はい、なんか意識して、はい、あこの人の例えば本の書き方とかいいなとか、例えばカメラマンさんだったらこの人の撮り方いいなみたいな感じで自分で取り入れるみたいなことであると思うんだけど、うん、そういう意識して、あこの人の本が好きだから、あ、うん、なんとなくこういう風に言いましたが伝わりやすいなとか、そういうのも。そうですね、多少は意識したりしないの。うん、まあ小説昔はありましたよね僕は、うん、で今はすごくシンプルに伝えようとは思ってますね。なんかついついこう別に何にでも通じる話だと思うんですけど、うん、こう詰め込みすぎちゃうというか、最初の頃って、あこれも小難しくしちゃうですかね。やっぱりシンプルに戻るんですか。戻りましたね。やっぱりその読んでる方がね、うん、そのなんていうんだ、そういう文章に興味のある方ばっかりではないので、うんうん、やっぱちゃんと伝わらないと意味がないという感じで、うんうん、本当に分かりやすくっていうのを今は心がけてる、ね。じゃあそうなったら、ね、例えば昔多分10年前とか、はい、の自分の記事を読んで、あ、うん、この時って俺こういう書き方してたな、ちょっと若いなとか、今だったらこういう風に書いたのになとか思うことがあると。あります。あ、昔の試合のビデオを見るような。本当ね、まあ剣道のチャンネルですから言うわけでもないですが、うん、本当になんか同じような流れかなという、すごく荒いというか、うん、かっこつけているというか、その人の橋本選手のことじゃなくて俺がこう書けますよと、うん、だから自分が出てるような感じがして恥ずかしいですよね。今だと多分読んだ人も、あ橋本さんってこういう人なんだって分かるようにっていう、はい、あくまでフィルターみたいな、はい、全部の世界に通用するんですね。そうだね、そういうことだな。なんかね昔のを見ると、だから見ないんですけど恥ずかしいから あんまり読み返さないんですけど、なんかこう俺が出てるなっていう感じが、邪魔だなと思いますけどね、うん、ああなるほどね。でもそしたらまた先はね同じようにまた思うのかもしれないよね、今の記事を見て、うん、またね、うん、また違う捉え方があるかもしれないですけど ね常にやっぱ変わっていくもんだなっていう感じですね、うん、なんか、うん、剣道であのよく岡井さんおっしゃってますけど、はい、あの喋りベタな人とそのインタビューしに行って、うん、と、まあ、要はそのなんていうんですか、言語化できる人と言語できない人いるじゃないですか、うんはいはいはい、それ の, その文字にするのってすごい大変だなと僕は思ってるんですけど。あなるほど。実際どういう風にやってるのかな、うん、まあ寡黙な方もいますよね、うん、中にはね、はいうん、でもそれはやっぱり専門誌の記者なので僕も、はい、あのこちらからの問いかけじゃないですか、はいはい、あなたはこうですよという、あこう見えてますよと、なるほど、ね、周りからはそう見えてるんですよあなたは、それに対してどう思うんですかみたいな、こういうタイプと思われてますよ、うんはい、本人から発信してもらうばっかりでやっぱ限界があるので、はいはい、こういうタイプと言われがちですよね、うんはい、ご自身ではどういう意識でとか、なるほど、はい、こっちからですよね、やり取りなので。なるほどね、うん、でそれでその人寡黙な方だったら、はい、ってこうなんですか、時間をすごい使っちゃう人っているじゃないですか、はいはい、そういう時とかどうするんですか。うん、でも割と何ですかね、信頼関係というか、うん、そういう風に話していくと
まあ、多分ね取材も何回も受けたことある、はいはい、まあ、お二人ともねあると思うんですけど、なんだろう、相手を信頼できたら結構いろんなことをやっぱ喋ってくれるので、あ、逆に言うとその、ね、橋本君にじゃあ最初にこう取材来た時とか、いや僕はあなたのこういう試合を見ててこういうとこがいいと思ってんだよって言うと、やっぱりあ、この人見てくれてんだなって、ね、多分そうなって気持ちいいよね、それ嬉しいよね、確かにね。僕もそのわざと勉強していってるわけじゃなくて、うん、本当に気になって好きなんで剣道がね、だからあの大会の2回戦でさなんていう話もできるわけで、あ、まあ、僕の武器かなと思うんですけど、あ、なるほど、あ、この人仕事できてんじゃないんだ、本当に俺のこういうとこ見て聞きたいんだなっていうふうになると、え、そう見られてるんですかとかね、うん、あの割と話が面白くなってくるというか、あ、なるほどね。でどの道文章をするときは綺麗に整えてあげるので、うん、あの、どんどん好きなように喋って、うん、材料をねいっぱいもらえたら嬉しいので、砕けた言葉で全然構わないと、うん、なるほどね。ちょっとあのこの後後半に、はい、引き続き、ね、はい、ちょっと、はい、この流れで、はい、行かせていただきます。はい、はい、今回の放送をいいなと思ってくれた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。